4年生ですね、流れる星、こちらを変えていこうと思います。はじめにね、ちょっと実形を見ていきます。この流れるという字なんですけど、1画目、2画目少し飛び出しているような感じです。トンとこう落ちます。3画目ね。で、下のライン、ここが、こう、揃うような感じで、これで大きさがね、縦の長さ、こう決まっちゃいますよ。なので、左の辺の、こういう隙間の取り方、ちょっと注意しましょう。初めにね、4等分、流れる星なので、4等分に折って、できればね、そうにして、ひらがなちょっと小さめに取るような感じで、で、漢字はね、一文字分、一文字分っていうんですか、大きめにとってっていうところで調整しましょう。で、下が広がっていくようなイメージにいくね、こっちになっていますよね。ちょっとここにね、じゃあ書いてみましょうか、隣に。鉛筆でどんな感じなのかっていうのをこの辺に書いていきますね。トン、こうして、トン、ここ跳ねなくていいですよ。こうして、こう。で、ここからこうに来るような感じ。ここからトン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 ってこう降りてくるような、こういう筆の入れ方ですね。ここね、キュッと入れて。で、こういう感じです。で、この時に中心線はどのあたりなのかなっていうと、この辺かな？ここになってる。こんな感じかな？こう。で、こうね、ここからこうに来て、この辺にこう打ち込むようなイメージですよね。で、こう。ここの入れ方、1、2、3、4、5、6画目の筆の入れ方、こちら。こういう向きで入れます。それからこう横に行って、もう一度キュッと打ちます。縦、縦ね。こう打ち込んで、で、こういうふうにふわーっといくような感じです。ここ難しいとこですね。これ毛筆での動きをね、しっかり見て捉えましょう。で、こう、この時にここがだいたいこう揃うようなイメージにしたいんですよ。で、もう一つ揃えなきゃいけないのはここのライン、ここですね。中心のこの線とは1本こちら側ずれたところに、真ん中で合う部分があります、このね。で、ちょっとここも川のようにこう上がっていくようなラインで、こう入れてこうに持ってきます。で、ここからのこう跳ねるような感じ。こうやって開けましょうね。こちらのね、流れるという字です。こちらから書いていきたいと思います。まずはこの点の向きね、注意しましょうね。ここをね、よーく見てくださいね。この辺から書くかっていうと、この辺、こういう向きで入って、次はこの辺ですよ。これに対して、ちょっとこっち側、くの字になるって言いましたよね。こういうラインできて、こういうふうに。だから2画目はこの辺り、こうですよ。ストンと落として、これがね、こう落ちていきます。で、この辺、こうですね。こんな感じ。そうで、この作りの方ですけど、これがここよりもちょっと高いかなっていう位置からこう入ります。この時も必ず打ち込みはこちらから。で、こう立てるようにして、キュッとして、こちらからこう置きますよね。次、難しいところ、ここに斜め45度、こういうふうに当てます。これが結構小さいですけど、しっかり立てといて、起こして、筆を起こしてくださいね。で、左へ行きます。で、その時こういう向きなんですよ、筆の向きがね。で、この向きを崩さないように、このままキュッと押してください。キュッて立てます。起こします。こう筆を起こして、そのままこういう感じの、こういうラインです。なんか今一瞬払ったのって思うかもしれないですけど、払ったわけじゃなくて、ちょっと力抜いてっただけですね。そんな弱くならないようにしましょう。で、最後のここっていうのはこれで隠れちゃいます。こういうふうにして隠します。ここね、穂先ここにありますよね。打ち込みはここですよ。ですが、最後はこう来てこっちに向いてるんですよ、この向き。ここ難しいとこですね。で、左払いがちょっとこうに来て、その時はここから出ないような感じにしましょうね。で、真ん中はここが合うようにしましょう。ここです。
少し短めにしとくと綺麗です。で最後上がってって早めに曲がるようなイメージで、できる限り右側を目いっぱい使うような感じでこういう風に跳ねていきます。そう、そうするとこのラインができるととても綺麗ですね。続きましてレですね。ちょっと今日揺れが激しいんですけどすいません。レはまずはここ中心線がここにあって、この左側こうふっくらとくるようなイメージですね。でここの上と下しっかりこう開けるようにします。ここ真ん中にこうなんていうかな、キュキュッと縮まってあるようなイメージでいきましょう。それからここ特徴的なのはこうふわっとしてます。ふわっとしていて、ここの下のラインを見てください。こういう風にあるとしたらここ開けます。開けて終わるようにしたいので、早めにこういきますね。でそれからこれもね、結構上の方にこう向かってるんですよ。 C を描くようなイメージになってますね。もう少し優しくてもいいかなって感じもしますけど、結構上までこう上がってるので上がるように描きましょうか。じゃあ隣にちょっと真似て描いてみますね。真ん中の線がこうにちょっとずれましたね。真ん中の線がこうあるとして、レの書き出し位置はじゃあこの辺りから、こうひらがななのでこういうところ気質もあんまりグッと強く入れるような感じじゃなくて優しく、こういう感じです。それからここ開けといて9で、そこから下にこう行かないように横に行くようなイメージにしましょう。9でここでもう一度ここキュッと押して、でふわっと持ってくるような、少しこういうラインですね。でここを広く取るようにしといて、もう一度ここで押しといて、こう押しますね。こう押しといてこんな感じです。でそうするとここが大きく開くようになりますね。このぐらい開いてると毛筆でこう太さが出た時でもはっきりとわかるかなと思います。こういうところもしっかり開けましょう。左側にこうに来ます。ちょっとせり出すようなイメージですが、入りの角度はきつくないですよ。こうちょっと縦に近いですよね。こういう感じでこう入ってあげて、そして少しせり出すような感じでこうです。で留めはこの辺に見えますね、ちょっとね。そう、それからここです。キュッとしてここもうこのぐらいでいいですよ。もうほとんど出ないと思ってください。太さがほら筆には太さがありますから、出ないって思ってるぐらいでちょうどいい。このぐらい出ちゃうもんなんですよ。で左へ来るようにでここ押してください。押すっていうかこうここで立てるようなイメージですよね。ほらこういう感じですね。そしてここ立てたらこのままこうです。そしてここでも離さなくていいんですよ。こうしといて下に来といてこういう感じで、ここに隙間ができるような感じです。こう、こう縦ラインでこうに来たらこう、あごめんなさいね、ちょっとね筆がねカメラにぶつかる。こうして横に来てこう押しますね。こうここ一旦立ててください。そしたらこうに来てここでまた押して立てますよ。立ててこうしてこう、はい、次は、ルですね。ルも中心線の位置から見ていきましょう。まずここ、一画目のこのキュッてなってるこの部分がこう乗っかってきますよね。ちょうど中心に乗っかってくる。そしてここの最後こう丸くっていうかこう三角なんですけど、こうなってくる結びの部分がここに乗っかってきますよね。でここをちょっと見てください。こういう風に下にまっすぐな線を引こうとすると少しこう上がってるのが分かりますよね。ってことはこここうやって上までこう持ち上がってきてるってことなので、ここを持ち上げてそこから1、2っていう感じでこうしっかり止まりましょう。で、流れるの時と似てます。レとこういうとこもそうなんですけど、ここの折り返しというかね、こういうところもね、そこでしっかりキュッと止まってこちらに折り返す。ここからまたキュッと、そういう時にこう起こすような、筆を起こすような動きを忘れないようにねしましょう。
どんな位置関係でるが始まっているのかっていうと、この辺こういう風に入って左上からキュッと入ってこう上がってきます。ここでしっかり置きましょうね。置いて立てて、それから横にキュッときます。これをこう来て横へ広げるような感じでこうに来て、上にこう持ち上げて、ここでこんな感じですね。でここから1、2、こんな感じです。上げるようにいつもこちらから打ち込みはね入れます。ひらがなですけど、ここでこうしっかり立てます。そこから左へしっかり行って、またここで立てます。このね、あの押すときに角度をしっかり見ることと、と迷ってグリュリンってあの筆自体を例えばねこうに来て、ここでどうしようかなって言ってこういうふうに迷わないでほしいんですよ。ぐるぐるってやってるとこ もうまん丸になっちゃいますよね、ここね。そうにならないように、もうまっすぐ、もう素直に押し、ここを立てたらスッと来て、またここでトンってやったらそのままこういう風に回ってきて、少し上にこう上がるような感じのラインですよね。そこを持ってきます。ここからねこういう風に来て、こう来てこう上がってきますよね。そうすると勝手にこうほら筆ってねじれるんですよ、先だけ。全部じゃないですよ、先だけがねじれて止まります。ここでこのぐらいもあの止まってても全然平気です。トンでトン、若干こう割れたりしますけど、でもあのこれ筆使いがちゃんと合ってれば意外と平気で、この筆の半分より下ですね、このほんとこの辺りの部分が勝手にねじれて勝手に戻ろうとするんですよね。それをあの無理やりどうにかしようとすると良くないっていうのと、もう一つやっぱこう筆が寝てる場合、こうやって筆管が立ってるのに穂が全部使われて穂先はここにあるけどもベタってなってる場合、こうやってこうくっついちゃうんですよね。まずねこうに来て、こことかでもこうやってるとぐる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 ってこうやってやりたくなるんですよ、ぐるぐるって。これが一番ダメなやつ、こんなボサボサになっちゃいますね。これってあの筆のね使い方なので、もう穂先だけっていつも思ってこうしっかり起こすこと、キュッてやって起こして、キュッてやってここでも起こして、こういう風にやってるとあのすずりでトントンって直したりしなくても、この紙の上でどうにかなるぐらいなイメージですね。最後は星という字ですけども、こちらの縦のこの線がね太いですよね、気質大きいんです。こういうところがねかなりしっかり置いて、内側にこういうラインが来てますね。横の幅も見ときましょうか。開き具合がどうなってるかなっていうところ、この部分ね、そう、まあここキュッキュッってなるので、そこの部分と右のところってここすごく大きいんですよ。これよりも大きく置いてますね。そう、それから付け根はあまり見せなくて、この最後止めるところのこういうところはちょっとだけ出てます。それから火という字のこの部分、縦のラインがここがはみ出すように、横が出るわけじゃなくて縦が出るようにしましょう。よくある間違いであの多いのが、口という字はほらこうしてこうしてこっちが出ますよね。だけど火という字を書くときに、これは寸胴の火ですけど、こうやって書くときにはこちらがこう飛び出るような、これがねちょっとここで使われてますね。ひらびのようにこう下がキュッキュッてなるような、この火もこちら下がねちょっと出るような、こっちよりこっちあの右側がね出てくるような感じになります。それからここの打ち込みもこちら側左からキュッとしっかり入って左に短く、ここねこれできるようにしましょう。左へこういう動き、そこから1、2ですね。ここにはまあ漢数字の3のような感じの入ってますけど、あまりその要素も強くはないですね。こうただここの入りの角度はしっかり見といてください。そんなに強くないですね、優しい感じです。でこういう込み入った感じのものもほら、そういう時に使えるのがこういう風に筆を寝かせるような、寝かせるってあの穂が寝てるわけじゃなくて、ここの角度がこういう風に立ってるわけじゃなくて、こう寝てるよねっていうことが言いたいので、こっちねこれを使ってますね、ここね。
そうで最後もあまり最後落ちすぎてないっていうところ、少しまあちょっと空いてるかなぐらいな感じで持っていきましょう。じゃちょっと隣にね書いてみますね。こういうふうに打ち込んです。このまま押し付けが強くないようにして、これぐらいの大きさでこう置いたとしたら、次どういうふうに来るかって言ったら、この辺りから大きさとしてもこのぐらいの気質の大きさ、ね、縦に対して横が小さいんですよ、気質の大きさって。こういう感じでいきます。だからこういうふうに来て、次が大きくドンって置きたい。で、こういうラインですね。こういう感じです。1、2、こういう感じでいきますね。で、しっかりここ入れてからの、こう。で、止めるときに少しここが出るかなって感じで、こういう感じで書きます。で、少しこの辺りがこう出てくると美しいですね。こんな感じかな。で、位置としてはこういうラインから入って、次こうしてこういう感じです。大きく置いといて横へ行くようなこういうラインで、ここは寝かせるっていうかね、角度がこうあんまり縦にならない、横にこういう感じですね。これぐらいの角度な感じでこう持ってくるといい。そう。で、ここの付け根は真ん中、ここにこういうふうに置くようなイメージで、こう太くしっかりめにこう置いてください。置いといて太いままこう下ろしていきます。その時に結構ここ長くやりがちなんですけど、あまり長くないですね。キュッと入れて、こういうラインでこう持ってきてますよね。で、こう真ん中。で、こっからのこういう感じで、上がり調子なまま終わってるかな。こんな感じですか？こんな感じですね。そう。ちょっとだけ上がり調子でいいかなと思います。はい。という字ですね。こちら、平火のこうキュッキュッてこういうふうに締めたいので、まず左側からこういうふうに打ち込んで、こういう線ですよね。気質の大きさで言ったら結構大きい、こういう感じです。そこに対して横の角、こういうふうに持ってくる。寝かせ気味です。こう。ほっていうか、この角度が寝かせ気味、こういう感じですね。ここからこれが、間違ったやつ、こうじゃないってことです。こうに入れると太くなるっていうのは他の動画でも言ってるんですけど、こういうふうに入れといて、こういったらいいですよ。細くなりましたね。で、そのままこうやって、ここでこうやって押したらどうですか？このままこういうふうに下に持ってくるの、こういう線が書けるはずですよね。ここにこれがあれば。で、こっちちょっと長め、ほら、これに対してこれをこのくらいの感じで持ってくる。そうすると、こうして、こうになるんですよ。ちょっとこれ細くなっちゃったけど。そうね。で、真ん中の線なんですけど、これが、この辺、中に入れ込んで、この時穂先はここにある。で、次もこうやって、こんな感じですね。ここは難しいかな。こっち向き、ここからこう打ち込んで横へ行くように、こうです。横の線っていうのはさっきこことここでやったようなね、それと一緒なので、こういうふうに当ててください。で、こう、ここ止めはここにちゃんとありますね。起こしてください。お尻はあんまりボコンで出ないように。それからここ、太いところです。こういうふうにつけて、こういうライン、つけ方をこういう感じで、ここに隙間ができるようにしましょう。こうにしておいて立てます。しっかり方を起こしといて、こう短めでいい。あんまりここギュギュって押さえつけないようにしておいて、ここが同じにこうに開きたいんですよ。ここが、ここのほら真ん中をこう起こして、最終角もこう起こして、下があまり下がり調子ではない、これはね。このぐらいですね。